こんにちは。今日は、球の体積、表面積について、なぜこのような式になるのかということを、中学生にも分かるように、説明したいと思います。まあ、最後には積分での、求め方もやりたいと思いますが、まあ、中学校でこの球の体積、表面積の式、はい、これはこのようになるんで覚えてきなさいなんて言われて、まあ、語呂合わせなんか心配ある事情とか、身の上に心配あるのがので三乗とかなんかそのようなので、覚えさせられて、まあ、丸暗記して使わされることが多いと思うんですが、まあ、理由も分からずに使う公式ってのは、まあ、私はあまり好きじゃないんで、どうしてそうなるのかを説明したいと思います。で、まあ、丸暗記で使うにしても、せめて少しは数学的なことを考慮してあげれば、混乱も、例えば、この公式丸暗記すると、似たような数字で 4πr 3乗とか、3分の 4πr 2乗とか、なんかこんなようなまで登場することもよくあるんですが、じゃあ、こういった混乱を少しは数学的なことを考えれば避けることができます。どういうことかというと、球っていうのを錐の集合体だと捉えてあげれば、無数の錐が集まってるんだと捉えてあげれば、錐の体積出すのには3分の1の掛け算がある。理由も後でもちろんちゃんと説明しますが、ので、体積の方に3分のがくっつくと。体積だったらまあ、これかこれ。で、しかも、体積出すときっていうのは、直方体を思い出していただければ分かる通り、縦かけ横かけ高さというふうに長さは3回掛け算します。だからこそ立方センチっていう3がくっつくんで、体積出すときには長さを3回かける。面積出すときは縦かけ横、底辺かけ高さ割る2とかっていうふうに長さは2回かけるので、2乗の方が面積と。です。体積の方は錐の集合体とかければ、考えれば3分のがくっつくので、これかこれで体積だから、3乗なんで、これが体積と。で、表面積は、3乗じゃなくて、これは違いますよと。で、今言ったように、球が、錐の集合体だと考えれば、球の体積出す式っていうのは、錐なんで、底面積かける高さかける3分の1。で、底面積の合計が表面積。で、高さは R、半径。で、錐だから3分の1っていうふうにしてやって、これで、ここに 4πr2 乗入れてあげると、3分の 4πr の3乗っていう、ちゃんと体積になるっていう、この程度のことぐらいは思い浮かべておけば、まあ、単なる丸暗記よりははるかにマシなんじゃないかなと思います。で、球の体積、表面積を人類で一番最初に求めたのは、今から2000年以上前のアルキメデスが最初だと言われています。アルキメデスは、球が、ポリ入る円柱の表面積も体積もともに3分の2してあげれば球の体積表面積になるということを、発見しましたと。まあ、実際やってみますと表面積、展開図考えると側面は長方形になって周りの長さがこの円柱なんで 2πr の縦が 2r なんで 4πr2 乗と上と下の底面 πr2 乗2個なんで足してあげると表面積は 6πr2 乗になります。で、体積は底面積が πr2 乗で高さが 2r なんで 2πr の3乗になります。で、アルキメデスが発見したのは体積も表面積もともに円柱の3分の2だよと。ということで、3分の 4πr 3乗と 4πr 2乗が、アルキメデスは求めたと。で、アルキメデスがどのように求めたかっていうのは、詳しくは、まあ、知られているのかどうか知りませんが、私はよく知らないんですが、とりあえず絶対に言えることは、積分はまだその頃、ちっとも存在していなかった。まあ、それらしい考え方は存在していましたが、きちんとした積分の、計算や何かが確立されていたわけではないと。じゃあ積分を使わずにどのようにしてこれを求めたのかと、積分を使わないで求められるならば、小中学生にでも説明がつくんじゃないかなということで、試みてみたいと思います。で、それにはまず、錐の体積が、同じ底面積同じ高さの柱の3分の1であることを使わなければいけないんで、まず錐の体積が3分の1であることを、これまたやはり積分を使わずに説明できる限りしてみたいと思います。
で、それにはまず、立方体という特別な形だったらこれも一目瞭然で、錐の体積は同じ底面積、同じ高さの中の3分の1であることは、これも図を見て明らかです。立方体っていうのは、ちっちゃな正四角錐6つに分けられると。ってことはこれ1個は立方体の6分の1、高さは同じだったら立方体の半分の直方体なんで、これが3分の1であることは明らかであるということがまず言えるんですが、じゃあ果たしてどんな錐でも同じ底面積、同じ高さの中の3分の1であるかどうかというのが言えるかと考えたときに、錐の体積を、錐の体積、まあ例えば円錐、何錐でもいいんですけど、途中で切ってあげると。で、それ薄く切ってあげると。そうすると、薄く切ってあげたものを、まあいっぱい等分して切ってあげて、それをまた重ね合わせてあげれば、まあ、元の錐に戻るに決まってるんですが、その切った一個一個の面積がもしも同じだったならば体積も同じなんじゃないかなというふうに考えてあげると、例えばこれ中心の真上にあるのが直円錐で、高さが同じでも中心の真上に頂点がない、まあ、斜円錐を同じ高さで切ったときに、果たして面積が同じかというのを考えたときに、この場合円よりも角錐の方が考えやすいんで、角錐で考えたときに、例えば、まあ、三角形、まあ、直円錐って言葉ありますか、直三角錐って言葉は多分あんまないんですけども、まあ、例えば、まあ、重心の真上に頂点があるような三角錐を上から見たすと、底面合同ですが、底面合同だけども頂点が、例えば1個の頂点の真上にある、例えばこんなような、ですね、こんなような、この頂点の真下に頂点があると、ある一つの頂点の真上に頂点があるような三角錐考えた時に、切り口はどうなってるかっていうと、これを底面と平行に切ればこんな切り口になって、当然底面と相似ですと。で、ここに頂点があるような錐を真横から切ると、今度切り口はこんなような形、まあこっちで言うならこっちの方が見やすいんですが、こう切るとこんなような切り口になって、やはり底面とは相似ですと。そうするとまっすぐ上に伸びた三角柱だろうが、同じ高さで斜めに伸びた三角柱でも、同じところで切ってあげれば、これ対これは当然平行なんで、これ対これですと。で、ここは共通なんで、これとこれ同じですよね。ってことは、同じレベルで切ったら、まっすぐだろうが斜めだろうが、切り口の面積は同じだと。切り口の面積が同じだったら、それをどんどん積み重ねていってできる体積も同じなんじゃないかなっていうことは、認めてあげていいんじゃないかなと、認めてくださいと、お願いしますと。で、じゃあそう考えるならば、さっきのピラミッドのような特別な四角錐じゃなくても、この三角柱、三角柱をこう切ってあげると。そうすると、これを底面として、ここを頂点とする三角錐がまず一つ。で、こっち側には、この下の、こっちの底面を、面を底面として、ここに頂点があるような三角錐に、まず二つと、向こう側にもう一個の三つの三角錐に分けられて、で、まずこっちとこっちは、底面が全く合同。で、伸びていく方向が違うだけの高さが等しい二つの三角錐なんで、これとこれは同じでいいだろうと。底面が合同で高さ等しいんで、体積一緒です。じゃあ次にこれをちょっと取り除いてあげて、こうしてあげると、今度はこっちを底面と倒して考えてあげると、底面がこうなって、これを2つに分けた、こっち側を底面として頂点、ここの三角錐と、こっち側を底面として、やはり同じところに頂点がある三角錐の2つの三角錐に分けられると。
そうすると今度やはり底面が合同同じで、頂点も同じなんで、これとこっち側の三角錐も同じ体積と考えられる。っていうことは、元あったこの三角柱は、等しい三つの体積の三角錐に分けられる。ということは、底面が同じで、高さも同じ柱の三分の一であると、錐は。と言っていいんじゃないかなと。で、三角錐が一般的に三分の一であると認められたならば、もうあとはどんな角錐だろうと、三角錐に分割してあげればいいだけなんで、どんな角錐でも、やはり、体積は三分の一であると言えるし、もう、あとは円錐だって、円だって、無数の三角形に分割してあげることは、細かくしてあげれば、この辺もほぼまっすぐになるような、細かくしていけばもう、円の曲線もほぼ直線と言えるぐらいまで細かく分けてあげることは概念上できるので、ありとあらゆる錐は、同じ底面積、同じ高さの柱の三分の一と言っていいんじゃないかなと。で、じゃあそしたら、そしてさっき言った切った面の面積がどこでも同じだったら体積同じと考えていいんじゃないかなっていう考えを合わせて考えてあげると、円柱、ある円柱がありますと。で、そこにぴったりスポッと半球が入ると。ってことは要するに、円柱の底面 R、半球の半径も R とするならば、高さがちょうど R の円柱、高さがちょうど R の円柱ならば、底面の半径がある、高さも R の円柱ならば、半球がすっぽり入ると。で、それにさらに重ね合わせて、逆さに円錐を入れて考えてあげると、これどうなるかって、立体の見取り図だと 見にくいんで、断面切り取ったので見てあげると、断面はこのようになると。そうすると、ここが R で、ここも R なんで、これは直角二等辺三角形。で、これも直角二等辺三角形と。で、これ全体も直角二等辺三角形になって、で、例えばあるところで切ったとしますと。そうすると、切り口の、これ当然半径 R と同じと。で、ここの高さを H でもすると、これ直角二等辺三角形なんで、これも直角二等辺三角形になって、ここも H ですと。H です。で、じゃあ切り口の Q を切った切り口のこの、もちろん切り口どっかで切ればこういう切り口円になりますが、その切り口の円の半径はというと、三平方の定理を使って R 二乗引く H の二乗です。R の二乗引く H の二乗と。で、じゃあ半径がそれなんで、あ、のルートですね。で、半径がこれなんで、円の面積はっていうと、これの2乗、ルートがそのまま取れて、で、それに π をくっつければいいと。で、次に、じゃあこの、錐の切り口の円の半径は h なんで、錐の切り口の円の面積は、もうそのまま h2 乗の π と。そうすると、球の切り口の面積と、錐の切り口の面積合わせると R2 乗 π 引く H2 乗 π 足す H2 乗 π なんで R2 乗 π、πR2 乗だけ残ると。ってことは πR2 乗って何かなっていうと、それはこの柱の底面積ですね。ということは、これどこで切っても、こう半球と逆さ円錐どこで切っても切り口の面積は半球の切り口の面積と錐の切り口の面積を合わせると円柱の切り口の面積と同じになると。ということは、結局この円柱の体積っていうのはこの錐とこの半球を合わせた体積になるんじゃないかな。となれば、
円柱の体積は πr 二乗が底面積で高さが r なんで πr 三乗っていうのは、水の体積は底面積が πr 二乗で高さ r の3分の1なんで3分の 1πr 三乗足す半球がこの式が成り立つと。断面の切り口の面積の合計が水と半球で常に円柱と同じになるんだから、体積は円柱の体積は半球の体積と水の体積の合計と捉えていいならば、この式が成り立つので、半球の体積が3分の 2πr 三乗になって、それは半球なんで球は3分の 4πr の三乗となりますと。で、そして体積が求められたならば、さっき最初に言ったように、球っていうのは、球っていうのは水の集合体だと捉えてあげるならば、体積っていうのは底面積の合計、表面積のかける高さかける3分の1と、底面積かける高さかける3分の1で体積が出せると捉えるならば、これで表面積が 4πr2 乗になるということが言えると思いますと。で、これが積分を、まあ実はスライスするっていう時点で微妙に積分っぽい考え方は使ってるんですが、まあ積分の計算なしで一応球の体積表面積を説明する方法ですと。で、じゃあ一応積分できっちり体積出すならばどうなるかというと、これもやはり半球考えて、これ断面で、これ見取り図です。で、これ同じくやはり、切りますと。中心から高さ x のところで切りますと。そうすると、この切り口の面積は当然 x の長さによって大きさが変わる x の関数ですということで、この面積を S カッコ X と置きますと。で、この下の部分の体積、切った下の部分の体積っていうのも、X の長さによって決まる関数なんで、体積の関数を V カッコ X としますと。で、そして、じゃあ、X より H 上に行ったところで、やはり切ったとき。ここの体積っていうのは、V カッコ X プラス H ですね。長さが X プラス H が上までの体積。で、そこから下の体積を引いてあげれば、ここの体積が表せると。で、じゃあ、見取り図だと図がぐちゃぐちゃになるんで、断面図で捉えてあげると、ここの長さは、半径が r、ここが x なんで、ルート r2 乗マイナス x2 乗。で、そうすると、面積 s カッコ x っていうのは、半径の2乗 π なんで、r2 乗マイナス x2 乗 π と。で、やはりは、で、ここから上に h 行ったところで、切ると、体積は、ここの体積は、V カッコ X プラス H マイナス V カッコ X ということになって、で、そこで、この体積と等しい体積の円柱を、どっかに、作ってあげることができるんじゃないかな。まあ、見取り図で言ったらこんな。この体積と等しい体積の円柱をどっか途中に、まあ、必ず作れるはずだと。そうすると、ここの
面積ですね、断面のここのちょうど等しい体積の円柱とぶつかるここの円 S カッコ、ここの長さを T とすれば S カッコ T というのが出て、それに高さ H をかけてあげればこれになると。ということは、この体積っていうのは底面積かける高さの円柱と表して、で S カッコ T 両辺 H で割ってあげると H 分の V カッコ X プラス H とマイナス V カッコ X と、そうするとなんかもう微分っぽい式になってきたんで、もうこれはもうリミット H を限りなくゼロに近づけたくなって、 H を限りなくゼロに近づけるとこの T はどん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  X に近づいていって、 H を限りなくゼロに近づければこれは X になる。そうすると体積の関数を微分したら面積の関数になる。ってことは面積の関数を今度逆に積分してあげれば体積の関数になる。微分と積分は逆演算なんで、体積の関数っていうのは面積の関数を積分してあげればいいと。で半球の体積求めるならば x が0からてっぺんまで r までとっていう定積分を求めてあげれば半球の体積が求められると。0から r までですね、0から r までの面積の関数、面積の関数は消したこれの2乗 π なんで r2 乗マイナス x2 乗 π dx ということで、あとはこれを計算すれば半球の体積が出て、で球の体積はそれをさらに倍してあげればいいんで、球の体積は、まあ、定数 π を出しちゃって、でこれを x で積分してあげればいいんで、r2 乗 x マイナス3分の 1x の3乗で、r から0から r までと。でこの計算をすれば q の体積が出ますということで、あとは 2π かっこ x に r を代入するんで r3 乗マイナス3分の 1r3 乗と。ってことは3分の 2×2 なんで3分の 4πr の3乗になります。これがまあ積分で Q の体積を求める方法ですと。じゃあ以上です。ありがとうございました。チャンネル登録をしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。